おはようございます。伊藤信弘です。皆さん、たくさんの応援、たくさんのつなげる1キロ動画、本当にありがとうございました。えー、昨夜ですね、僕は選挙マラソンのラストランを始めて走ってたんですけど、そしたらですね、あのー、もう夜中の11時ぐらいに、えー、つなげる1キロ動画が一体どれほど溜まっているのか、あのー、計算してたんですよ。そしたらですね、 もうあの本当に皆さんのおかげですごい数の応援動画が集まりましてもう僕は残りあと走る距離がですね6キロぐらいになっていたんですよねなのでもうあの今日は一旦休むあ昨夜はもうそのまま休むことにしましてで今日これより1時からお昼の1時からあの代々木公園を最終残りの距離を走ろうと考えていたんですよ、えー、そしてですねそしたらですね朝起きると またさらにたくさんの応援動画が届いておりまして、あのー、もう1000キロ達成しておりました。<laughs> 1000キロ達成をしておりました。本当に皆さんありがとうございました。まあ、でもですね、その、今日はなので、あのー、お昼の1時より代々木公園で、あのー、感謝の、皆さんに感謝の10キロ、あのー、走りまして、で、そこで、あの、1000キロマラソンの、 最終動画を撮りまして本当に長かった30日間の皆さんと一緒に走った1000キロマラソンを終わらせたいと思いますでもしよければ、まあ、あの1時から僕は代い木公園で走ってますので,であの動画とかにでも参加していただけたらあの幸いだったと思っております でですね、まあそういう時は、あの、ツイッターやフェイスブックから僕の方にめあの、連絡してもらえれば、あの、わかりますので、よろしくお願いします。本当に皆さん、たくさんの応援、あの、見てくれる人たち、たくさんのつなげる一応動画、本当に本当に、ありがとうございましたそれでは、これより、最終ラン本当の本当の、最後の、1000キロマラソンの走りを行ってまいります。 本当にありがとうございました。